どうも、ゴルプロの三谷です。いつもありがとうございます。今回は、ボールが捕まる、ボールを捕まえるってどういう意味なの？というこの疑問に皆さん結構質問されるんですね。捕まるってどういう意味ですか？ね。これについてお答えしていこうと思います。私、三谷は4000名の方が海洋スクールで普段レッスンさせていただきます。皆頑張ってますね。このチャンネル毎日見てくれてる方、ありがとうございます。初めてこの動画に引き継いでくれた方、ぜひ最後まで見ていただいて、いいなと思っていただけたら、高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。では、早速いきたいと思います。捕まるってどういう意味？すごくよく使います、ね。ボールが捕まった、捕まりすぎた、いい意味でも悪い意味でも使いますが、意味は基本的には同じです。一つ。それは、通常の感覚で大丈夫です。何かを掴む。手で掴む。これって少し内側に来るイメージですね。やば、ぐっ、掴む。こういうイメージ。それをクラブのペースでするんですね。そうすると、それは少しクラブペースが内側に向く。クローズドフェース。もしくは右打ちの人で言うと、左向きになった状態でボールを捉えると、少しボールが左側に曲がるようなショットになります。ちょっとやってみますね。少し左に曲がるような感じになります。これがボールが捕まってる、ボールを捕まえたというショットになります。ただこれは意識的にやってるか、意識的にやってないか、それは一切関係ありません。ただそういうボールの捉え方をしたよということを暗に言ってるだけです。そしてそれが良かったのか悪かったのか、それも問いません。その文脈でどう捉えていただくかっていうのは決まります。ですから、まっすぐ打ちたかったのに、少し左側に曲がってしまうと、あ、捕まっちゃったとなるんですね。本当はまっすぐ行きたかったのに、捕まってしまいましたということなんです。じゃあ、少しボールが右に曲がる。右にすっぽ抜けるようなショットが非常に多い方。どうも右行ってしまうんだよね。ボールが上がっちゃうんだよね。ボールが飛ばないんだよね。こういう方に対しては、ボールをもう少し捕まえられるようになるといいですよね。捕まったボールが打てるようになるといいですよね。捕まえ気味のイメージで打つといいですよ。すなわち、少しクラブフェースが右に向いて当たっている。それをもうちょっと左に、内側に向いた状態で捉えましょう。で、これはどういう方法でやるかというのは問わないんですね。それはいろんなやり方があります。もしかして最初から左にフェースを向けて、もう打ってみましょうかということなのか、それともスイングとしてしっかり腕が回転して、クラブフェースが閉じるような方向に向かうように振れるようになりましょうね。といういろんなやり方があるんですが、それは全く問わないということです。結果として、ボールが今右に飛んでしまっている人に対しては少しフェースが閉じるようなイメージ、スイングとしてしっかりそれをやりましょうということであれば、結果的に極端に左に曲がるような感じにはならなかったんですけど、右にすっぽ抜けているようなスイングをしている人に対しては少しボールを捕まえた感覚になっているはずです。ですから極端に言えばボールがまっすぐ飛んでてもちょっと捕まったなっていう感触を感じる人はいます。それは普段の自分が右に抜けてる人にとってはそう感じるということです。ですから、非常に広い意味でこのボールを捕まえるという表現は使うんですね。まあ広い意味だからこそよく出てくるということも言えます。ゴルフのこのスイングとして、まあボールがしっかり前に飛ぶし、距離も出ます。そして、ボールがある程度正しく当たった時にしか捕まった感じにはなりませんので、多くの場合は、いい意味で使うことが、やっぱり多いのかな。それが多いと思います。8割方そうですね。左側に極端に曲がってしまった場合に、あ、捕まってしまったと、チーピンが出た時なんかは使うかなと思いますが、こんな風に捕まえるという表現を使っていきますので、ぜひ皆さんは、正しくこの表現を理解して、そして使えるようになっていくと、ゴルフの知識、リテラシーが上がっていくと思いますので、頑張って習得して、
ぜひ言葉を覚えたら使ってみてください。間違っててもいいんです。間違ってたら、あ、これはそういうふうにあまり使わないよと、例えばレッスンの時にね、お伝えすることができますので、ボールを捕まえるショットを打てるよ。少し捕まって、左に緩やかに曲がって、ドーンと距離を出していく。よし、ちょっと捕まえる気味のボールを打つぞ。そんなことで、距離を出してグリーンを狙う、そんなこともありますので、捕まえる、ぜひ使ってみてください。最後に高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。